900年前って、どういう話だよ。そんな大昔にこんな未来都市が実在したのか。あくまで仮説だ。かつて考古学に命を懸けた男がその王国をあぶり出し、それはある場所で発見された機械が製造された年代と合致する。その機械は空白の100年に作られたものなの？君はどこまで知ってる？ロビー、何か知ってるの？思い出すには辛い話だろうが、22年前、君の故郷オハラは海軍のバスターコールで壊滅した。私はオハラがその王国の存在に気づいてしまったことが原因だと思ってる。空白の100年とは、かつて存在した高度文明のある王国と二重の王国の戦いの歴史。戦いに勝った二重の王国はその後世界政府を発足し、今の世界を作った。そしてある王国の思想を誰にも継がせないため、歴史からその全てを消し去った。何その話。本当なのかそれ。うわー、なんちゅうロマンの塊。壮大すぎて理解が追いつかねえな。そうよ、大体消し去るって。ちょっと待てよベガパンク。それでオハラがバスターコール食らったってことは、もしかしてそれ知ったやつは。ああ、消される。